舞は階段を一つ上がった。それはたくさんの出会いと夢を形にする大きな一歩。舞い上がれ。第4週、翼にかける青春のお話が始まりました。大学生になった舞、航空工学科ということで、あの幼い日に飛ばした模型飛行機の夢を、今度は実際に人を乗せて飛ぶ飛行機へと繋いでいっているようですね。大学を卒業したら航空機を作っている会社に就職し、飛行機を作る仕事に携わることが希望のようですが、そんな舞は出会ってしまいました。なにわバードマンの人力飛行機。翼の美しいフォルムに魅せられて、舞は大学を卒業する前から飛行機作りに夢中になっていくようです。第17話のお話は、人力飛行機サークルなにわバードマンに正式入部した舞。彼女は設計を担当しているカリアから翼のリブ、翼を強化する骨格作りを任された。しかし気になるのは、2回生で女性パイロットのユラのこと。彼女は記録のためにひたすら体力練習を行い、皆の尊敬を集めていた。そんな中、なにわバードマンの部長鶴田が封筒を抱え部室に来るが、それはサークルが目標としていたイカロスコンテストの不合格通知だった。サークルの皆は落胆するが、鶴田の提案で女性パイロットの飛行距離新記録に挑戦することになり、舞はまた部品作りに熱中するのだが、一方、一人黙々とトレーニングをするユラに憧れを抱くようになっていった。第17話はこのようなお話になるようです。舞はサークルに入って飛行機を作るよりも、飛ばす人、パイロットの方に興味が大きくなっていくようですね。そして女性パイロット役のユラ冬子はツンケンしていますが、見たことあると思った女優さん、吉谷彩子さんですね。 CM でビズリーチと笑顔で言っている方、笑顔の CM とはあまりにも違うので分かりませんでした。 CM のほか、吉谷さんの朝ドラ出演は3度目。そしてたくさんの映画やドラマに出演されているので、多くの方がご存知かもしれませんね。しかしあまりにも雰囲気が違うので驚きました。舞は吉谷さん演じるユラの姿勢に感化され、後々パイロットを目指していくのでしょう。今週からは福原遥さんが舞役を演じます。可愛らしかった浅田ハロちゃんが演じる舞から、美しく成長した舞へ。小さい頃からの性格は変わらずに、素直に大きくなった舞。彼女は今も子供の頃の憧れを持ち続けていました。そして大学で航空工学を勉強しています。難しそうな授業を受けている舞は、きっと頭がいいのでしょう。兄の春人も念願だった東大に行くほど優秀です。しかし家へはあまり連絡をしてこないようでした。大学の卒業を控えて、会社の内定が決まったという知らせがないので、めぐみさんは心配していましたね。暗い部屋でパソコンの画面を黙って見つめる春人。彼は何かを考えている様子でした。成長した春人役はジャニーズの横山優さんですが、彼はグラフを見つめていて、ビジネスでも立ち上げるつもりなのでしょうか。何か野心を持っているような雰囲気でした。舞とくるみ、たかしの3人の友情は
今でも続いているようです。マイとタカシには秘密基地デラシネが憩いの場所で、今でも通い続けています。大人になったタカシ役は俳優の赤楚衛二さん。幼い頃の落ち着いた雰囲気はそのままです。彼はお好み焼きや梅酢を継がなかったのですね。社会人になり、システムエンジニアとして忙しく働いています。くるみは看護師の勉強をしながらアルバイトをしているようで、職を転々としている父のことを支えています。成長したくるみ役は、乃木坂46の山下美月さんで、キュートなしっかり者のイメージです。彼女がアルバイトをしているのは、ノーサイドというカフェで、店ではラガーシャツを着て働いていましたね。店主の津田さんはきっとラグビーファン。くるみは元ラグビー選手だった父のことを今でも誇りに思っているのですね。大学のサークル、なにわバードマンで運命の出会いをした前ですが、誤って人力飛行機を壊し、先輩のゆらに怒られてしまいます。一緒に見学に来ていた友達は、彼女の勢いに恐れをなして帰ってしまい、舞もまた、すみませんでした、と部室を出ていくことに。それでも次の日に部室を訪れ、謝りに行く舞は立派でした。あれだけ厳しい態度で注意されては、もう一度行くにはとても勇気が必要です。彼女は翼の修理の手伝いを申し出ますが、ゆらに断られました。それでも舞は、この翼、ほんま綺麗やったから、とだけ言います。舞は人力飛行機を作ってみたいという気持ちから、思わず本音が出てしまったのでしょうね。おそらくこの翼を見て、彼女は運命を感じたのかもしれません。それを聞いていた先輩の鶴田が取りなしてくれて、彼女はなにわバードマンに入部することになりました。この翼の美しさがわかるんやろ?そう言った鶴田は、自分が担当している翼を舞が気に入り嬉しかったのでしょうね。彼女にとって人力飛行機は江戸時代の発明家国友一貫斎の設計図を見て、小さい頃から憧れていたもの。自分が壊してしまった飛行機の骨組みをスケッチしていた舞は、翼のリブの美しさに魅了されたようです。ゆらが舞にあれほど腹を立てていたのは、飛行機を大切にする気持ちからだと思います。同じように飛行機が好きな彼女なら、舞ともうまくやれそうですが、ゆらに彼女の気持ちは通じたのでしょうか。なにわバードマンはイカロスコンテストに出場するのが目的というサークル。イカロスコンテストは琵琶湖で行われている人力飛行機の大会で、そのための飛行機を部員みんなで作っていました。一回きりの飛行のために飛行機を作り、みんなが同じ夢に向かうのです。とてもロマンを感じますね。それぞれに人が空を飛ぶことに憧れを持っているようでした。個性的な部員が揃っていて、舞の新しい出会いに期待できそうです。実際にも鳥人間コンテストという人力飛行機の大会が琵琶湖で開催されています。コロナ禍で中止になった年もありますが、毎年テレビで放映されていて、すぐに落ちてしまう飛行機や何百メートルも飛ぶ飛行機など様々あり、見ていてハラハラします。人力飛行機の世界記録では115キロメートルが出ているらしく、滞空時間は約4時間で、マサチューセッツ工科大学が製作した人力飛行機が出した記録です。
前が見た翼は、イカロスコンテストに出場するために制作中のスワン号の主翼のようでした。翼を作る班や、機体を作る班、コックピットを作る人やパイロットなど、多くの人が協力して人力飛行機を飛ばそうとしています。スワン号の設計をしたのはパリアという先輩で、高杉真宙さんが演じていましたね。話し言葉が九州なまりで、後藤を思い出しました。朝一の花丸さんが、大阪に上京してからも九州なまりを貫くのはすごいとおっしゃっていましたが、彼は意志の強いキャラクターなのでしょうか。前もスワン号の制作を手伝うことになりましたが、早速のミス。小さいけど気抜いちゃいけんよとカリアが言っていたすぐ後に、彼女はハサミを入れ損ねてしまいましたね。仲間たちと飛行機を作りながら、彼女はこれから夢を作り出していくのでしょう。さらにどんな出来事が待っているのか、とても楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。